ホームに帰って左手に残り2周の赤番ケージが見えてきました。やはり4番成松、8番赤星、この2人から動いてどうでしょう。正攻法1番和田智樹にプレッシャーをかけます。永田と橋本はこの成松ラインを前に送り出しました。打掌前2コーナーからバックの攻防です。和田智樹もすんなり車を避けませんが、抑え先行は4番の成松春樹、そして金を合図に9番車永田純一。さあ永田が金を合図に先行体制に入っていく。2番の南和夫、追って5番の島田、中段に7番の橋本大輔、あるいは4番の成松春樹で絡んでいきます。残り1周回、4番手は7番の橋本が取り切っている。先行体制は9番の永田純一です。番手2番の南和夫、3番手に5番の島田雅彦、後方からは1番車和田智樹、和田のまくり、3番多田司、いい回転、最終3コーナーから4コーナー、しかし2番南のブロック、第4コーナーから直線、番手さばいて、さあ南和夫が踊り出る、2番の南、差し込んでゴール。2番南、2着争いが9番、5番、1番と広がっています。